1990年代から2000年代初頭日本では現在を上回るほどの格闘技ブームがありましたその中でもリードしていた立ち技イベント K1 で俺は格闘技の神の子と自ら名乗り数々の伝説を残した山本キッド今回は山本キット・ノリフミの全盛期のヤバすぎる KO16 戦を紹介します亀田雅史まずは2001年9月2日にシュートで行われた亀田正史との一戦この試合はキット選手がプロで初めて KO した 試合です対戦相手手のの亀田選手はシシュートボクシングと少林寺剣法の格闘技歴があありり西日本アアマチュア選手権で優勝した実績ががます試合が始まると、すぐにフックの連打で飛び込んでいくキット選手。その後も頭を揺らしながら余裕の様子を見せています。そして、少し相手の様子を見た後、パンチで飛び込み、右フックがクリーンヒットしダウン。しかし、キット選手は止めに入るレフェリーを吹き飛ばしてしまうというやんちゃぶりを発揮します。試合再開後、キッド選手は右のジャブを出しながら距離を詰めると、 右のパンチをヒットさせまたしてもダウンダウンした相手を足で踏みつけもっと濃いと挑発しますがフラフラ状態のためレフェリーが試合をストップキット選手はこの頃からやんちゃな一面を見せながらも実力は確かで圧倒的な KO 勝利を飾りました門脇秀樹続いては2001年9月2日同じくシュートで行われた門脇秀樹との対戦です対戦相手の門脇選手は腹固めとチョークスリーパーの複合技である門脇スペシャルを得意技とし第7回全日本アマ 町マチシュート選手権ウェルター級で準優勝したことがありました。試合はまず、キット選手が少し様子を見ながら、相手が右のミドルを出したところで、足をつかみ、そのまま担いで豪快に投げ倒します。その後、少し膠着状態が続くと、キット選手は膝をついて、上から強烈なパウンドを浴びせ、相手は一撃で失神。レフェリーが止めに入るも、それでも攻撃しようと近づくキット選手。またしてもキット選手の圧倒的な勝利に終わりました。勝田哲夫続いては2002年9月16日同じくシュート で行われた試合です対戦相手の勝田選手はレスリングの格闘技歴があり adcc というレスリング世界選手権の日本予選で準優勝したことがあります勝田選手は試合前レスリングの実績はあるけど総合格闘技のレスリングってものを教えてあげますよと挑発していました試合が始まるといきなり右のパンチを浴びせあっという間にテイクダウンを取り上からパウンドを放つキット選手その後キット選手の一発一発重いパンチが勝田選手の顔面を捉えます勝田選手は暴 一方ででで何もできない状態ですその後も、キット選手の右のパウンドがヒットし、ついにコーナーに追い詰めると、強烈なパウンドの連打が炸裂。しかし、レフェリーがストップするも、キット選手は攻撃をやめません。この時、勝田選手は失神状態ですが、そんなこともお構いなしに、舌を出し、うすら笑いを浮かべながら、顔面にパンチを浴びせ続けるキット選手。最終的には、セコンドに剥がされ、事態は収拾することになり、キット選手の TKO 勝利に終わります。当時、キット選手はそれほど有名ではなかった そうでレスリングの世界選手権を制覇した姉の美優さんや妹の聖子さんの方が知名度がありましたしかしこの勝田鉄夫戦でレフェリーが止めるまで笑顔でパウンドをしていた試合によりヤバいのがいると格闘技界を少しざわつかせていたそうですケイレブミッチェル続いては2003年9月5日同じくシュートで行われたケイレブミッチェルとの一戦アメリカ出身のミッチェル選手はブラジル柔術の格闘技歴がありました試合開始早々ミッチェル選手が勢いよく詰めてきたところにキット選手の からの強烈な右フックコンパクトかつ豪快な一撃で大の字になり失神慌ててドクターが駆け込むほどの衝撃でわずかワンラウンド40秒で決着がついてしまいましたキット選手はこの試合がシュートでの最終戦となりここから大舞台へと駆け上がっていくことになります村浜武博2004年2月24日 k1 ワールドマックス2004年日本代表決定トーナメント1回戦で行われた村浜武博との対戦ですキット選手はシュートでの打撃力と狂気性を見込まれて 大舞台である K1 に初参戦します。対戦相手の村浜選手は、シュートボクシングをはじめ、多くのリングで実績を残しており、今大会でも優勝候補でした。試合は圧倒的なスピードとパンチ力、さらにノーガードで村浜選手のガードを避けまくり、予測不能なタイミングと角度からパンチをヒットさせ、ダウンを奪うキット選手。そして2ラウンド目にパンチの連打を浴びせ、戦闘不能になった村浜選手を見かねて、レフェイが試合をストップ。キット選手の見事な KO 勝利に終わります。ここからキット選手は、 世間から一気に注目を浴びカリスマとしての道を歩み始めましたトニー・バレント続いては2004年4月7日 K-1 で行われたトニー・バレントとの一戦ですアフロヘアにブルースリーのトラックスーツで K-1 に初参戦し小ヒルイ高キ・と対戦して KO 負けするも強烈な印象を残していたバレント選手2人の身長差は25センチありましたがキッド選手にとってそんなことは全く関係ありませんでしたバレント選手が蹴りを出そうとした瞬間にキッド選手がタックルに入ってテイクだ そしてバックに回り、そのままチョークスリーパーであっけなく KO で秒殺するという結果に終わりました。安和也続いては2004年7月7日、K1 で行われた安弘和也との一戦。対戦相手の安弘選手は空手出身で胴回し回転蹴りを得意とし、空手の大会で何度も優勝していました。キット選手は同年の試合で圧巻の K1 デビューを飾り、飛ぶ鳥を落とす勢いだったため、キット選手優勢という予想の中、試合が始まります。しかし、そんな予想に反して試合は拮抗。 や弘選手の右ストレートがキット選手にヒットするだけでなく、フロントチョークを決められ、あわや敗北かという危機に追い込まれます。一時は完璧に決まっていたようにも見えましたが、やっとの思いでなんとかフロントチョークを外し、その後はキット選手が上になってパンチの嵐、最後は腕ひしぎ十字固めでキット選手の一本勝ちとなりました。そして試合後のマイクで遊びすぎたーと叫んで観客を沸かしています。須藤元気。続いては2005年12月31日に K1 で行われた須藤元気との 試合です対戦相手の須藤選手は K1 で1 1 0キロの体重差があるバタービーンに一本勝ちしたりホイラー・グレイシーにワンラウンドで KO 勝ちしたりとかなりの実力のある選手でした試合は両者一歩も譲らず一進一退の攻防が続きますするとワンラウンド残り30秒を切ったその時須藤選手が前に出てきたところにキット選手は右フックを合わせて追撃のパウンド連打で見事 KO 勝ちを収めました須藤選手は少し納得のいっていない様子を見せていましたが立ち上がるとフラフラでかなりダメージ 選手があったようですキッド選手は今大会のトーナメントで見事優勝を果たしキャリア初のベルト体感となりましたこの動画を見て面白いと思った方は忘れないうちにチャンネル登録グッドボタンをお願いしますジャダンバナラントンガラグ続いては2004年10月13日 k1 ワールドマックス2004世界王者対抗戦で行われたジャダンバナラントンガラグとの対戦ですキッド選手は k1 デビュー後3連勝という圧倒的な強さを見せつけていました対戦相手のナラントンガラグ選手はモンゴル出身の非常に多方 なファイターで k1 のスターマサトの打撃をもらっても一切ひるむことなく判定までも連れ込んでいますまた後に総合格闘技団体1の世界王者にもなる競合の選手ですしかしそんな競合の相手でもキッド選手にかかれば大したことはありませんでした1ラウンド目から攻撃を仕掛けるキッド選手は右ハイキックをかわした後すぐに右ストレートを叩き込み倒れたところにパウンドで KO そしてキッド選手は試合後のマイクで会場にいたマサト選手に直接対戦を要求し日本の格闘技 でで今でも語りり継ががれる世紀の一戦へと繋がりますイアン・シャファー続いては2005年7月6日ヒーローズ2005緑級世界最強王者決定トーナメント開幕戦で行われたイアン・シャファーとの試合です対戦相手であるオーストラリア出身のシャファー選手は中量級屈指のラッシングパワーが持ち味でそのスタイルからゴーシューのマシンガンと呼ばれていました試合は1ラウンド中盤まではシャファー選手のパンチのラッシュで追い込まれていましたが3ラウンド目にはキット選手が前切りと ドローで主導権を握りますそして、右アッパーを放つと、シャファー選手のこめかみあたりにヒット。かすめた程度にも見えましたが、これが見事威力を発揮し、シャファー選手は後ずさりします。さらに、キット選手が一気に左右のフックで追い詰めると、ロープを背に崩れ落ち、シャファー選手の胴体を踏みつけたところで、レフェリーが試合をストップしました。キット選手は、10日前から風邪で熱もあったそうで、体調が万全ではなかったものの、見事勝利を手にしています。ホイラー・グレイシー。続いては、2005年9月7日、ヒーローズ2 0 5 後緑級世界最強王者決定トーナメント準決勝で行われたホイラーグレイシーとの一戦です対戦相手のグレイシー選手はアブダビコンバット3連覇世界柔術選手権4連覇のレジェンド序盤はグレイシー選手のグラウンドを警戒していたキッド選手しかし2ラウンド目グレイシー選手の膝蹴りをかわしたと同時に得意の右フックを炸裂させますこの一発でグレイシー選手は大の字に倒れ出身追撃のパウンドが必要ないほどピクリとも動かず圧巻の KO 勝利を手にしました宮田和 続いては2006年5月3日ヒーローズ2006緑級世界最強王者決定トーナメント開幕戦で行われた宮田和幸との一戦です。対戦相手の宮田選手はレスリングのバックボーンがありシドニーオリンピックフリースタイル6 3キロ級の日本代表に選ばれたり全日本レスリング選手権大会フリースタイルで3回優勝するなどの実績を持っていました。この試合は誰もが予想しない衝撃的な結末を迎えることになりました。試合開始のゴング直後に走り出したキット選手は の左飛び膝蹴りがクリーンヒットしなんとわずか4秒でマットに沈めてしまいます観客は総立ちで歴史に残る衝撃的な KO 勝利となりましたイストバンマヨロシュ続いては2006年12月31日 k1 で行われたイストバンマヨロシュとの対戦です対戦相手であるマヨロシュ選手はレスリングアテネ五輪55キロ級金メダリストで同年6月に行われたレスリングワールドカップ60キロ級でも優勝しており現役バリバリの選手一方キット選手はヒーローズミドル級を 王者でありながら同年7月に2008年に開催される北京五輪に向けてフリースタイルレスリングで挑戦することを表明しプロ活動を休止していましたキッド選手は五輪出場をかけた天皇杯が来年1月26日に控えているため総合の練習は全くしてなかったけどたまに打撃の練習はしていた今回はレスリングじゃないので総合で勝負したいと意気込んでいます今回 k1 に出ることで怪我をする可能性もありましたが大晦日はノリなんで出たいから出る俺は b 型ですからねでも金メダリストとやれ のは嬉しいしこれに勝って1月へ勢いをつけたいですねとキッド選手は周囲の不安を一周していました試合はキッド選手が首相撲から膝をボディに突き刺してダウンを奪いうずくまるマヨロシ選手の頭を優しく撫でるように王打そしてマヨロシ選手が完全に戦意を失ったところをレフェリーが止めワンラウンド3分46秒で勝利しましたハニーヤヒーラ続いては2007年12月31日 K1 で行われたハニーヤヒーラとの試合です北京五輪挑戦を表明しプロ格闘 活動を休止しアマチュアレスリングに参戦していたキット選手は同年1月の天皇杯全日本レスリング選手権準々決勝で敗れその際に右肘を脱臼し長期欠場していましたそれにより6月の全日本選抜選手権を欠場し10月末には12月の全日本選手権出場を見合わせることを発表し北京五輪出場は絶望的にそんな中寝技世界一決定戦とも言われるアブダビコンバット王者のヤヒーラ選手との対戦が決まります試合までに寝技の対策をしてきた キット選手はヤヒーラ選手の寝技には極力付き合わずに打撃戦に持ち込む展開にそして次々に顔面に強打を浴びせさらに崩れ落ちるヤヒーラ選手にサッカーボールキックを放ちイエローカードをもらう危険な場面もありました結局試合は立ったままのパンチのラッシュによるキット選手の見事 KO 勝利に終わりますキコロペス続いては2010年5月29日ドリーム14で行われたキコロペスとの試合です対戦相手のロペス選手は K1 でヒロヤにも前戦した打撃男 この頃、キット選手は膝の怪我を負い、長期欠場となり、復帰後の K1 総合でまさかの3連敗。キット選手にとって、これまでの輝きを失いつつある中での正念場の一戦となりました。キット選手の不調ぶりに注目が集まる中、試合が始まります。主導権を取り合う攻防の中、前に出てきたロペス選手。するとそこに、待ってましたと言わんばかりのカウンターの右フックがクリーンヒット。ロペス選手は崩れ落ちるように倒れ、そこにキット選手は追撃の強烈なパウンド連打を浴びせ、 見事 KO 勝利キッド選手は2年5ヶ月ぶりの勝利を手にしかつての輝きを取り戻しましたマサト最後に紹介するのは KO 勝利ではないですがキッド選手がダウンを取った試合ですその試合は2004年12月31日 K-1 で行われたマサトとの正規の一戦この試合はキッド選手の要望で実現することにしかしマサト選手は K-1 でまだ一戦しかしていないキッド選手からオファーを受けたため試合前のインタビューでは楽な試合だから受けた俺には何のメリットもないと書 ししたた扱いでした試合前から散々舐められたキット選手でしたが試合が始まると鋭いステップインからの左ストレートで先にダウンを取ります解説席にいた元プロボクサー畠山隆則はキット選手の踏み込みが早すぎると評価驚いた様子を見せながら立ち上がったマサト選手は2ラウンド目以降冷静にローキックと膝蹴りから展開を組み立て直しダウンを奪い返します最後まで緊迫した激しい攻防が続き判定の結果キット選手は惜しくも負けてしまいましたそれでも K1 キャリア一戦で体重も5キロ以上軽かったキット選手の大前線に観客席からは惜しみない拍手が巻き起こります勝利こそできなかったもののキット選手のベストバウトに挙げられる試合でしょういかがだったでしょうかこの動画が面白いと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします他にも知っていることがあればコメントや高評価で教えてくださいご視聴ありがとうございました